力学でやった仕事ですけど仕事は力かける距離なんですよ力を加えて力を加えた向きに動かしたら正の仕事 Fx をしますよこれねあくまで力が一定の時なんですよねでこれは Fx グラフの面積になってます力が一定だから長方形の面積が Fx ですよという話です じじゃゃあ一定じゃなかかったらどうするか例えば力がじわじわじわっとでかくなっている時っていうのはこの微小な距離、x、を考えてこの間は力が同じだよっていうふうに考えてデルタデルタ x というのは1の変化っていう意味で、まあ、一応小さいっていう意味をここは込めてます仕事は力の向きと動く向きが逆やったら符号は負になりましたよね。 でこれあえてグラフで書いてあげたら、FX グラフが左向き矢印、こんな感じで書いたら仕事は風ですよ。で、これとね、機体の仕事、対応してます。まず、機体の力っていうのは圧力が及ぼしてますよね。圧力は1平方メーターあたりの力やから、P イコール S 分の F。で、これ、変形したら F イコール PS ですから、機体の圧力 P だったら、機体が押す力って PS って表せるんですよ。 でこの PS という力が距離 x 動かすことで仕事をしてるって考えてほしいんです。圧力が一定の場合っていうのは力が一定だから f x 使えますから PS x ですよね。でこの S x っていうのはここっすねここの体積を表してましてこれが断面積 s かけることの位置の変化 x とかけた s かける x でこれが体積変化デルタ v とかけるんです。 それをここに来てます。体積変化デルタ V ね。だから P デルタ V です。くどいですけど圧力が一定じゃないと長方形の面積にはなりません。それから機体が今力を加えた向きにピストンが動いたから正の仕事をしたんだけどもし縮んでしまったらこれ力を加えた向きと動く向きが逆になるから負になりますよね。だこの力学の仕事と全く同じ感じで考えてもらったら OK。では55番ですけど これ期待がした仕事の話なんですけど期待がした仕事と期待がされた仕事2パターンあるんですよね。で基本どっちか統一して考えた方がよくてまあ僕はいつもこの期待がした仕事を考えてますしたされたはマイナスの関係が成り立ってるんでここれでで置きき換えることができてるととがて例えば「あ」ですけどこれ期待が膨れる膨張するってことは。 機体が力を加えた向きと動く向きが一緒ですよってことだよね。これが膨張です。だから機体がした仕事は正なんですよ。に対して四角い圧縮っていうのは機体が力を右向きに加えてんねんけども縮んじゃうっていう状態ね。つまり力の向きと動く向きが逆の状態。これ機体がした仕事が風なんですよ。っていうふうに表します。圧縮の時は。 まあ体積変化デルタ v が風やから期待がした仕事がフーなんですよとじゃあこれはされた仕事としてはいくらですかって言われたらしたされたはマイナスの関係だから期待がされた仕事はマイナスした仕事やからマイナスに風の量が来てるからこれされさた仕事は正なんですよだからいちいちこの時はされたあこの時はしたって使い分けるんじゃなくて常にした仕事を考えて。 圧縮の時はそれが風だよって考えてあげた方がいいですねで「う」ですけど低圧変化だからこの公式 W 下イコール p デルタ v が使えますという感じで計算してあげたら 2×10 の2乗10ねで面積が仕事ですよと問いの43番でやりましたけどこれ水とか固体熱を加えたら温度がデルタ t 変化ね Q イコール mc デルタ t という式が成り立ちました。で、このスモール c っていうのは、この物質 1g あたりの話でしたよね。この 1g あたりの温まりにくさっていうのを比熱と呼んでました。で、この比熱をあえて、ここでは 1g あたりだからグラム比熱って呼びたいと思います。じゃあ次、次気体の場合は熱を吸収したらどうなりますか？っていう式が。 三つ出てくると思って三つこれとこれとこれですで一番大事なのは実はこれなんですよこれは熱力学第一法則って言うんですけど気体が熱を吸収したらねこうなったりこうなったりするよっていう式ですまず一つはデルタ U というものが増えますこれ内部エネルギー変化と言ってちょっと後で説明しますそれからもう一つ気体が熱を吸収したら姿の仕事をするよと だ熱を吸収したら内部エネルギーが上がったり正の仕事をするよっていうのを表すのが熱力学第一法則ですさらにですね、体積が一定の場合っていうのは期待がした仕事がゼロになりますよねだって体積が一定だということはピストンが固定されているような感じやから力を加えて動かすことができないんですよだから期待がした仕事はゼロです イ,イコールデルデタ U という式が成り立ってますでこれをこんなふうに表現することができますこれが固体と対応してるよね熱を吸収したら温度が変化しますと定積モル比熱って言いますさっきはさこれ M って質量グラムやったやんかだからグラム比熱でもここはモルですよね1モルあたりの温まりにくさなんですよこれモル比熱って言いますでさらに 定積変化に限っての温まりにくさなんで定積モル比熱って言うんですよこれとこれ同じだよってイメージしてほしいじゃあ次気体の場合は固体や液体と違って変化のさせ方によってまた違う比熱があるんですよ今度は圧力一定の場合ねこれを低圧モル比熱と言います圧力が一定の場合の1モルあたりの温まりにくさです 違いは定積変化の場合は V 低圧変化の場合は P 使い分けが必要なんですよ。これ3つとも仲間なんですで、熱力学第一法則っていうのが大元にありまして内部エネルギーっていうのが気体の熱運動の激しさつまり分子の運動エネルギーの和なんですよ。絶対温度 t に比例していて U=NCVT と書くことができるんです。 で今ここで出てきているデルタ U を使って表したらデルタ U イコール NCV デルタ T と書くことができてこれはエッセンスの上巻百五十八ページの定理ですねじゃあここでなんで NCV デルタ T になるのかっていうとここで明らかになることなんですよ熱力学第一法則で仕事がゼロその時こういう式が成り立ちますということからこれ緑で囲いますよここの部分が これですよって表現がこの時できてるんですよこれで内部エネルギーの変化がこれであるということがわかるんですよ。でよくある間違いが内部エネルギーの変化ここ V やんか低圧変化の場合デルタ U をみんなここ P にしようとするんですよ。でもここは V ですよね内部エネルギーの変化っていうのは これでで決まった量なんですよだから内部エネルギーの変化は低圧変化だったとしても必ず水 V にしてあげてね。対して q インイコールの式気体が吸収した熱と温度変化の間に成り立つ関係式は定積の時と低圧変化の時で違うわけやからここは使い分けないといけないんですよ。じゃあ56番に回答していきますけどまず熱力学第一法則使うよね。 求めたいのは内部エネルギー変化期待がした仕事が300と与えられてますから100-300でマイナス 200J ね内部エネルギーが減少したことになりますじゃあ内部エネルギー ΔU が減少するということはどういうことかというとこの式 NCVΔT の右辺 ΔT も風なんですだから温度が降下します下がりますよでこの四角実は大事にしてほしい問題です 我々、熱力学第一法則この方法で書いてますいつも期待はした仕事で式を作ってます。だからこの問題で与えられたされた仕事を代入するにはちょっとひと手間がありますそれがこれした仕事はマイナスされたなんですよでこれに置き換えてから代入してこれで間違いを防げます問題で与えられているのはされた仕事が50だって与えられているからマイナス50をここに代入するんですよ ほんだら吸引っていうのが2 0く5 0でマイナス30と得られますと。でこれもよう見てね吸引って書いてるでしょこれ吸収した熱が正になるような約束で文字を書いてます。だからマイナス30だということはこれは熱を放出したということでその大きさが 30J ですってことになります。では次57番。まず定積変化 だから吸収した熱量は NCV デルタ T の方です一方で低圧変化の場合は吸収した熱量は使い分けが必要ですから n c p デルタ t になりますと一応この問題ではこれ違う文字デルタ t にして改めて書いておきますじゃあこれとこれ変形してあげたらデルタ t イコールまあこういう式が得られるで次四角うなんですけど これはこの式自体はまた例題の61で出てきますけど皆さんに分かっといてほしいのは CP CV と C v の大小関係ですこの式から分かるように CV CP に比べて、CP、の方が R だけででかいんですよじゃあなんででかいのかっていうのは実はここの説明で多分分かってもらえるんちゃうかな。定積つまり体積を一定に保った時っていうのは。 ここで加えた熱がこっちに行かず全部ここに行くんですよ。だからここがでかくなりやすいということは温度変化がしやすいってことだよね。この CV って温まりにくさやから温度が変化しやすいということは温まりにくさが小さいよね。に対して低圧変化の場合は吸収した熱量が 内部エネルギーの変化や温度変化だけに使われるのではなくて機体が仕事をすするのにも使われちゃうんですだから温まりにくさが大きいんですこの大小関係だけは分かっといてほしいかな。低積モル比熱よりも低圧モル比熱の方が気体が仕事をする分温まりにくいから低圧モル比熱はでかい。 まあ具体的にはこれだけでかいですっていうのがマイヤーの式っていいます。で単元子分子だったらこれは具体的な値が決められてて定積モル比率は2分の 3r 低圧モル比率はこれに r を足した2分の 5r になってます。